こんにちは、ヒューです。バズーのお時間です。はい、今日無課金サバカシバエルまでやっていきたいと思います。はい、今日お誕生日の方、おめでとうございます。マイク買ったんですよ。マイク買って、やっと実況何年目に入るか分かんないんですけど、やっとマイクちゃんと買って、はい、ちょっとどうしていいか分からんくて、メガネもないと、ブルーライトカットメガネのね、ブルーライトのカットがね、強すぎて、こんなになってますが、ちょっとまね、目疲れるんですもん、この年になると。はい。じゃあ、今日ね、灼熱チャレンジ、はい。今日はレベル2をね、登っていきたいと思います。それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。今回もジャスティスで行きました。ただし、リーダーの、76のリーダーを買っております。はい。リーダー、フレイですね。76リーダーのフレイですね。中学生テンパラ強化に、アシスト無効戦隊にスキル値を2つ。で、スキルがね、6ターンの落ち込み落ちと回復力の操作時間2倍、消せないドロップ、バインド、核戦、ゴール状態回復ということで、メマロと一気に、ね、役割被ってるように見えるんですけど、これ LG ついてるということで、アシスト無効、確かここ出てきたんちゃうかなと思ってね、はい、つけております。で、アシストは、ドライショット。ワルキューレブックかな。これで、暗闇、雲、じゃあ、雲ちゃん、お邪魔を補っております。で、こちらが、サブの、ジャスティスですね。ジャスティスに、中学生、冬。スキルブーストプラスプラスにスキルチェーン2つ、プレイブースト、フェスゲンの炎の武器ですね。で、こちらリーダーチェーンの方の、アグドラールの武器つけております。で、リーダースキルが火の2コンボ以上で、ダメージを軽減、攻撃力が40倍。固定は1000万ダメージ、非属性の HP と回復が 3.2 倍となっております。で、こちらバルバトスですね。バルバトスループスに、調整スキルプラス、スキルブーストプラスプラスにスキルチェーン2つ、10連ガジャパーを作っております。これがね、ダメージ吸収枠とか、無効貫通枠ですね。はい、こちらが大きいですね。大きいに、中学生バインド耐性。で、スキルチェーン6つに、平安の調べ。お正月エノーラ武器をつけております。テープないんちゃうかな、もしかして。ないっすね。で、ゴッドガンダムです。毒目覚め耐性にスキルチェーン2つ。あとは、マグニート武器ですね、こちら。はい、で、バッチャーガンダムバッチです。はい、そうだね。灼熱チャレンジレベル2、超重力、超高度。いろいろ盛りだくさんですね。それでは、最高ピンがあらへん。あった。ね、ほんまにね、僕、これクリアせんとあかん。ごめんなさい。声枯れてるんですよ、なんか。いや、これ狙えてるかな。クリアしないみたいな理由ができまして。なんとなんと、コードギアスコラボするということで、はい。そちらはね、僕、ほんま大好きで。強さは力じゃない。生きる石だ。で、こちらを伝えました。これ、リラチンされてるからね、リラチンしたらダメなんですよね。リラチンしたら戻されるんですよね。返される、リラチン返しされるっていうね。またちょっとこれも使ってみて。強さは力じゃない。生きる石だ。あ、じゃあ、使うターン、一旦間違ったな。よし、これで、ここでリーダーチェンなんですね。強さは力じゃない。生きる意志だ。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK、OK。で、ゴッドガンダムのね、案の定、変身できないとしたら、ショパン。はい、OK。で、固定がね、1000万なんで、受けれたと。で、ここで、ドライショットをつけて、使って、復帰しましょうか。はい。で、指、奪いは効かない。で、グラビティもなんか、なんちゃってくらい。前回あれじゃないですか。LG 入れてなかったんで、L 字をね、入れてきたんですよ。OK, OK. これで、L 字も、大丈夫、OK。特にやることないね。特にやることないな。あ、ゴッドガンダム変身しましたよ。全然やることあったよ。消しちゃうしね、
オッケー。でもここで一応多分ねアシスト剥がされるのは次くらいだったかな。ちょっと行きましょうか。で勉強剣と強さは力じゃない、生きる意志だしといて、はいはい、はい、オッケー。で、一角。あ、コードパターン変わってもうた。ごめんなさい。コンテ、視聴でコンテは合法。これは、無料で許された権利なんで、僕もそれを使ってもいいと、はい、自負しておりますので。オッケー。勉強権、はい、ここから行きましょう。はい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 、オッケー。はい、オッケー。皆さん右から倒していただければ多分大丈夫だと思います。パーズジェルね。あ、やっぱあれですよね、テープ持ってないよねこれ。アメジストジュエル、雲はあるんよね。 あれか。じゃあゴッドガンダム、力じゃない、生きる意志だからってやるから、もっとよこせして、危ない危ない、使ってやるからもっとよこせ言われてんのよ。ドロップを使えるまでに時間かかりすぎて、もっとよこしてくれ。はい、はい、オッケー。よし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 、はいはい、順調ですね。ここまでこれがアシスト上がしてくるんでしたっけ、なん気がしてきたよ。ですよね。赤波。あ、違う違う違う、逆だ。勉強剣も。これで。これで。はいはいはい、なんか倒しちゃったよ。まあええか、倒さんとダメですもんね。だってマジックガードウォーターレイン、あれですね、ウンディーに行って、ウンディーに行って、はい、核戦向解除しようか。で赤波勉強剣行って、強さは力じゃない、赤波天狂拳だ、言っといて、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 OK。 あ、これ別に我慢しといてよかったんか。まあいいか、さようなら。あ、ここ隠し部食らわないと忘れた。あ、これパズル教室ちゃうの。快適そうですね。快適ちゃうわいな、全然。ウェットじゃないとんねん。毒も目覚めてるし。あ、そっか、これでっか。そうやった。レベル11もこんな感じだった。生きる石田。生きる石田ウリュウさんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あ、そうだ、十字やった。L 字ちゃうわ。マジックガード。どんだけマジックガードするの？この壁を突破してみてください。チャンスは3回ですよ。またルーレットか。じゃあ、天狂拳と強さは力じゃない。赤波天狂拳出して、はい。わかんなぁ、ちょっとルーレット無理。あれ参考もしたよね、今。カウントダウンをしましょう。
うん、その方がいいわ。え、これってあれやったっけ、この間もやられないんですか。強さは力じゃない、生きる意志だ。はい、え、繋がってもうた。さあ崖っぷち、え、チャンスは3回やのに、なんでさ崖っぷちなの、もうなんでそんなもうギリギリなの。強さは力じゃない、生きる意志だ。ちゃうわ、ちゃう、ずれ、ずれた、ずれた。はい、オッケー。よし、オッケー。んで？これが何やったっけ？もう忘れたんすよね、ここ。シンプルに。マガタルーレット。ルパンみたいになりましたね。この一瞬の勝負。ってやるから、もっとよこせ。今使ってやるからもっとよこせって言ってたから、さっきみたいにね、ドロップが動かない事態がね、防げました。あ、L 字持ってきてるんやから、あれ使えばよかったな。L 字消しすればよかったな。んで、あと、大きな上が5ターンか。5ターンの間、バルバトス使えへんのか。危ねえなあ、おい。使ってやるから持ってよこせ。あくまでお気に入りの。ちょっと生きて。よいしょ。非常にまずい。非常にまずい。強さは力じゃない、生きる意志だ。はい、天強拳。また十字ミスってもうた。なんか無駄につなげてもうたな。まだやばい、使えてないよもう。あと3ターンか。強さは力じゃない、生きる意志だ。やっぱアフとかでスケーターめしてたら分かったもんな。ヒヒヒ、これだけか。キーキーは、オッケーオッケー、やっと10個も決まった。お、きつ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 。あと2ターン、あと2ターン。力じゃない、生きる意志出して。生きる出し出すみたいでなんか嫌やな。ここで、オッケー。ああ、ちょっと待って。それずるない。一日二回に許された権利、この一回に言っとく？行くんです。はい、オッケー。同士打ちですね。もう、あれですね。珍しいですね。これ昔よくあったんですよ。この、共倒れみたいな。やる？他
かれる。これ、これ、これ、これちょっとね、ごめんなさい。ちょっと絵的に、ごめんなさい。これはちょっと動画にしたい。はい。こと、実況者魂がちょっと騒いでますね。魂ですね。はい。提供魂です。はい。それでは、いきます。生きる意志だ。天教天して、もうなんか実況者というよりあれですね、もう YouTuber 魂なのかな、これ僕 YouTuber と思ったことないですけど、これはちょっとおもろい、これはちょっとおもろいんで、ここからの大逆転勝利いきましょう。 OK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 
インドラさん。インドラさんからお手紙ツイッターですね。はい。オッケーオッケー。で、これをしまして。はい。じゃあ、勉強生きる意志だ。これ新しいメガネとやで。この、あれよ。今日届いたんすよ、さっき。寝ようかなって思ったんすよね、さっき、ちょっとだけ。そしたら届いて、まあ、もうせっかくなら動画撮るかと思って。はい。はい、オッケー。みんな何やったっけ、何やったっけ、まずボスちゃうの。もうボスの層におった。で、僕もほんま覚えてないですよ、ここ、ほんまに。イリュージョンバター。ああ、バターすぎるわ、それは。待って。勉強。強さは力じゃない。だから使ってやるから、もっとよこせ。1,2,3,4,5,6,7,8 あれ？あれ？ L 字作らへんかった？マジで使ってやるから L 字組ませーって組んでへんのお前スパークライト、はいはい、ミスティックライト、はい、いっぱいラグとあるね。生きる意志だ、はい、ほんま生きる意志。生きる意志があるから僕は、そのね、一日に2回許された権利をね、使いつつも、はい。はいはい。はいはい。はい、オッケー。そう、コンテできるんやね、ここ。知らんかった。よし、オッケー。はい。んで13フロア、はい、ノルンの女神様。やばいな、これ属性吸収ないんちゃう。え、属性吸収ないんやけど、これ耐えなかん。さすがにカットするかこれ。あー、ちょっと弱ってきてるよね、うちのジャスティスさんのオートランダー。まあ、勉強権、1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、そうか、回復エネルギーしていなかったからダメージの入りが大きくなってるなと思ったんですよ次元の波動、ちょっと待って、次元の撲滅。これは絵にしたいね、もう。そう、ほんだらなんかこのガンガン、ちょっとなんかね、いかついって言ったらいかついんかわからんけど、そんな格好しといて。あ、ちょっと使う順番間違えた。もう生きる意志よ。生きる意志。もう全部生きる意志。意志使ってるしね、だって。はい。これは、あ、プラマイ、収支で言うと全然プラスなんで。オッケー。はい。よしよしよし。オッケー。はい。14フロア。時女神。黒橋さん、レーナ。はい。時が刻み出した。はい。じゃあ。私にも教えてほしいよね。ごめん、私にもほんま教えてほしい。あ、また強さは力じゃないから使ってもらった。勉強剣。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。
いるし。はい。オッケー。よし。で、ボス。ミリアン。確か。本当の私、どれだと思う？残念。全部私でした的なオチじゃなかったっけ、これ。ね。条件。さすがにミリちゃんはワンパンでいるでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい。おお、危ねえ、焦った。本当はね、さっちゃんはねみたいな。全部私なのですよね。覚えてる覚えてる。さっちゃんはねじゃなかったです。この姿もね、時空の障壁。この姿もね、時空の障壁。マギアドロップ。これクロムノマギアのセリフや。ちょ、待て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 。聞けせへんの、聞いてへんの。それは聞いて、それは聞いてんぞ。それは、あかんよ。強さは力じゃない。それはあかんよ。マジであかんよ。マジであかんことしてるよ。さっき何闇消せない解除したんやろね。時空の障壁。はい。タイムストレンジ。ドクターストレンジ。まだね。ちょっと待って。ほんまね、なんか、ほんまね、あかん、全然あかん。もっと、バスと決め、バスと決め。バスと決めましょう。はい。あ、逆だった。で、ロッドガンダム行って、あれはもう、使ってやるから、もっとよこせない、使おうかな。よし、使ってやるから持ってよこせ。あ、に、ま、待ってて、これ、すぐ間違えるんだね。生きる意志だ、はい。おい、時空の障壁。85% になったね。タイムストレンジ。タイムマジック。ま、危ねえな。さっき、好きにそれしてくれたかったのに、今、もう、ほんま。勉強剣。生きる石だ。そう、ガンダムシードフリーダムだね。アスランジャラ、ジャラって言った。アスランジャラ、ジャスティス出るがね、あれなんですね。ジャスティスの時になったら絶対言うっていうセリフやったんですけど、なぜかね、地獄が出るんですよね。ジャスティス出るって言われてないんですよね。で、セイバーは発信するなんですよね。ほんま、アスランが、ジャスティスに乗った時だけ。おぶねえ、決まった。ちょっと待って、ディストラクションアイ。いや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 、ちょっとほんま、なんかもうかっこつかんわ。ほんま、魔法石何個ありましたっけ、これ。何個した。いやでも合法的に2回は許されてるんで、じゃあ最後に行きましょう。あ、違う、もう確定申告、はい、来ました。生きる石だ。あ、じゃまだこっちから取るのか。よし、これだ。はいはい。オッケー。これでいいでしょう。さあ、ごちそうさまでございました。
まあまあまあ、意思がね、これ全部濃厚すんでもね、多分ね、いただけるんです。帳尻合わせというか、プラマイで言ったら、プラスなんかな。動画見とこうか。はい、動画見終わりました。それでは、意思受けてみましょう。同キャラ禁止やん、次、帳尻記録行動。登場ジャスティ使えへんな。はい、クリア魔法石16個となりまして、はい、これで、プラマイは、なんぼやろ。プラスの方が絶対 OK。はい。それでは、最後までご視聴くださり、ありがとうございました。今回はこの辺にして、お開きにしたいと思います。皆さん、ほんと、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ動画の感想や、評価もよろしくお願いいたします。あと、ね、概要欄の X とか TikTok のフォローもよろしくお願いします。最近深夜にね、よくね、ランク上げとか、いろいろやってますんで、はい、そちらもよろしくお願いします。あと、ちょっとね、最近配信でやってる別のゲームの配信の方もね、遊びに来てくださると嬉しいございます。それではもうコードギアスに向けてね、しっかり仕留めていきたいと思うんで、こんな茶番劇が、まあ、続くと思うんで、1日1本から取りためできんかな、このペースだったら。それでは、まあまあまあ、いいでしょう。はい、今回の相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。